どうもこんばんばはクニオです。本日2月の12日、えー、と先ほど仙台から戻ってきて、えー、鈴木愛理ちゃんのお FC イベントに参加してくるという,う日でございましたあ。どういうふうな感じだったかというとアカペラで本人が「ああ」 愛梨、まあ、ちゃんが過去に歌ってきたあ公式音源のものを素材にしていると思いますけれどもあ選択の曲にしていると思いますけれどもおその中で、えー、ファンの方々が事前にリクエストしたあリクエストを取った曲をお本人が、えー、ピックアップして、えー、抽選でかなで歌っていくという感じで前半表向き全く機材関係なく本人のマイクのみと。 これね実力のいることですけども何の問題も何の心配もなく愛梨ちゃんね、えー、とクリアしていくそれでファンの方がちょっと緊張したり涙したりみたいなね、えー、い,い,いいイベントだったと思いますよ。このこういうことができる子というのももう知ってるかもしれないけど限られてますからね。 でここでじゃあせっかくですから鈴木愛理ちゃんについて、えー、と簡単におさらいをしていくというような会にしたいと思いますのでお付き合いください。愛理ちゃん皆さんご存知だと思いますけれどもまあキャリアの最初期というところで言うと「ああ」であったりねひらがな「ああ」みたいな「なんなんみたいなんですけど、えー、とそこでまあ歌手活動ということですかあの録音をしてレコーディングをしてのなんていうことで言ったら。 そこが最初だったと思いますでその後もご存知の通り9と9と結成し、うん、5人編成になった辺りからいわゆるドセンターというんですかねまあその前からもドセンターだった可能性あるけど、まあ、5人編成のね最初のショックなんてのはもうメンバーも解散の時語り尽くしてたと思うけど、うん、まあまあ ドーン鈴木愛理ですよドーンと、ね、そういう曲でしたさあさあさあ,さあそれでえっ、ー、と「キュのキャリアじゃせっかくですから触れましょうか、えー、最初僕が急ュを生み出した時っていうのはえっ、ー、とね村上のこの巡る季節みたいなのがねい,いましてね、えー、とこの子がこの子がなんかナッチの再来みたいに見えてたんですね、えー、不思議ですねなんでそう思ったのか 今考えるとだいぶ違うんんですけどなんかそんな風に思っていましたよ僕はあんまりそのモーニング娘。ナッチ現役の時にはそこドンと行ったタイプではなかったんですけれどもまあ「めぐこれいいなと」としばらく見ていこうかななんて思っじゃあしばらく注意して見ていこうかななんて思ってたんですけどまあご存知の通りえっ、ー、り早期離脱ということでございましてまあその夢叶わずと。 いいう中で、ねえー、っと,うと見ていくと、ね、まあ当時の松浦亜好きだった子たち仲間みたいなのは結構矢島真由美見つけてる人なんかもいたんですけれども歌声いろいろ考えてるとやっぱり鈴木愛理ちゃんも引けを取らず全然人気があってでまあ当時どういうふうな状況だったかというと。 2006年7年ぐらいの状況というのが参考になると思うんですけれどもやっぱり歌手でいうと高橋愛ちゃんねモーニング娘。高橋愛ちゃんズバ抜けということです。もう当時のねえっ、ー、とね何でしたっけ駒劇場もう今なくなりましたけど駒劇場でねやられたミュージカルですか彼彼じゃね彼女なんか もうあの時松浦、まあ、と石川理香阿部夏実が買い代わりでで出てくるやつですよこれものすごく良かったですよ。でその中で愛ちゃんやっぱりね宝塚のスターと一緒に共演ということで、えー、聞いた話ですけどもそのね高橋愛ちゃんのその宝塚との共演をきっかけにハロープロー自体ハロープローが。 宝塚方式で演劇を進めていくようになったというようなことを聞きましたあの最初のまのちゃんの恋するハローキティやってた、ね、方で三虎アクタさんっていうね僕と年齢近いんですけど三虎さんなんかお話ししてた時、ね、最近あんまり飲み行ってないけど飲んだりするとそんな話したりしてましてまあ三虎さん曰くあそこから変わったよなんてこと言ってましたこれ三虎さんに許可取んなきゃいけないのかな まあ、ちょっと微妙だったらあの取り下げたり本人連絡したりしておきますたまにあの思って言ってまあそんなことでな何をつなげたかったかというと愛梨ちゃんその鈴木愛梨ちゃんはその頃の高橋愛ちゃんの何ていうんですかね歌い方踊り方表情の切り方っていうのはものすごく参考にされたというようなあ,もうあと後輩にも。 ダメだよ私なんか見てちゃうと愛ちゃん見ないとなんて言ったっていうねなんていうのキュートの解散後か前後だったかわかりませんでしたけども愛梨の口から確かイベントかなんかで聞いた気がしますねで彼女はもちろんスキルスキル面なんて言葉ありますけどねスキル高いんですよだけれどもそれに押し付け感がすごくないんですね、えー できるぜ自分みたいなのがあんまり感じない上手い人みんなそうですよね「自分できるぜ」みたいなあんま出さないですよで出,す出したからダメってわけじゃないよだからそれはキャラクターとかによって許される範囲というのが少しずつみんな違うと思うんですよ許される範囲ってちょっと表現違うけど、まあ、好きなゾーンにはまる率みたいなとこかなそういうのあると思いますで愛梨ちゃんその素材声が好きだったですから だすごい若い頃は当たり前かもしれないけど可愛い声でしたよ。で可愛さが前に出てその可愛さのままでちょっとオードアイドルみたいなとこ行くのかなと思ってたんだけどちょっと花粉症出てきちゃって <laughs>、えー、いいい行くのかなと思ってたんだけどうどういったわけかやっぱりあどういったわけでもな、ね、いまあみんなそうかセクシー路線に途中からハロー入っていくんですね。でそれと同時に 声に凄み太み伸びも含めて、えー、と表現の幅がどんと広がってきたそんなのがもう20089ぐらいでもうなんていうか愛梨ちゃん飛び抜けてきたななんていうのはみんな思ったと覚えております。ねえー、とでまあ急騰んていうかなあの今,今考えればなんだけどあのー なんか拳ファクトリー椿ファクトリーなんかで例えられるけどもその後発ですよねベリーズ工房に言い方これあれだけど選ばれなかった子たち風に見える感じ僕大人はちゃんと考えてたと思うけど後発で言った方がいいだろうっていうある程度のことはだから受からなかっ愛理が受からなかったっていうより取っておいたっていうのが多分正解ですよねほいで取っておいた愛理この子をどういうふうに使っていくか これがねあの考えなく計算もしなくだったと思うんだけれども5人編成になったから急ュがこれ5人編成になった時のセンター「ドーンアイリーいる絵」それとあとおかえちゃんが、まあ、急成長なのか本気を出したのか分かりませんけどもアイリーの隣で歌える逸材になる、ね、この瞬間タイミングなんていうのは急遽ものすごかったですね。 アイイドル戦国時代なんていうスマイレージですか2010年あたりまあそれでそこの10年間をアイドル戦国時代というのかまだ言ってるのかどうなのか分かりませんけど、えー、そこに最初に手を挙げたグループではなかったけどもじわじわとあれ急とやばいんじゃねえみたいな雰囲気漂わせていつの間にかその何て言うのかな がが番手みたたたいにななっっよう時時代時間あったような気がしますねなんか顕著なのはこれハロー以外だったけどももクロ好きだった人たちがキュートに流れてくるなんて2012年3年ぐらいは結構僕体感してた気がしますね。えー、他のグループとあと何ていうのかな全くハロー知らないとか聞かなかった人がキュートならみたいなのもこれ未だに聞きますね。 ありますね。実力可愛さ。あ彼女たちの個性が全員違うところの良さまあ。全部兼ね備えてると思うけど、やっぱり時代が良かったと。思う。結果的にだから遅咲きですよね。急騰はね。ほんと大器晩成遅咲き。あと何年かできたみたいなね。えっ、ー、とグループだったと思いますけどね。ね私なんついうのはやっぱり海外公演。 特にキュートは2013年のフランス公演なんていうのはね感動しましたね、えー、まあ向こうのラシーガルというパリのね、えー、結構危ないムーラン・ルージュとか並んでるところなんだけどまあそこのホールクラシックなホールですよあそこ毎日本人たち堂々といつものキュートをやると。 で日本人もちろん日本人でも来てくた人たくさんいたんだけれどもお日本人よりもヨーロッパ全土からみたいなねあの集まり方でで本気のね何て言うかあのパフォーマンスと魂がぶつかり合ってるみたいなうんこういうの感動しますよねそういうのはコンサートとして、えー、体感できたのは、まあ、2013年僕は大きかったと思いますしもちろんメキシコその後もね あの急メキシコをすごカンがもう本当とにナイスフィーリングだからあ楽しい人たちばっかりよくメキシコ治安がとか言う人いるけどもう俺の体感からしたらパリとかニューヨークより全然全然余裕ですよあの場所、まあ、危ない場所っていうのは日本だってそうでしょどこでも危ないのだからそういう言われてるようなとこ行かなきゃいいだけだから がやるようなところとこかはでも全,然全然セーフティーです、まあ、ちょっと話戻しましょう。でそんな中でもアイリちゃんというのは、まあ、当時中国語を勉強してたのかな慶応でしたっけ入った時なんていうのはで。まあまあまあいろいろ情報なんてあるんですけど本人どの国に行っても言葉すごく上手なんですよね。やっぱり耳の感度がいい子っていうのは、うん、リズムモードったけど言語を あよ余裕までいかないけど「あーすげえ」って思える、うん、チャイナチャイニーズの言葉も全然「おお<ー>」って、うん、まあ勉強してたとか,だからかもしれないけどスペイン語もフランス語も「いい発音ですよ」ねなんか俺が言っても「誰だ,だお前」ってねことかもしれませんけどいいんですまあ言ってきたいということで。 でまあまあ、キュートの歴史の中で言うと鈴木愛理ちゃんというところがあキュート解散後ですよね、えー、とやっぱりソロデビューしたというところが大きいですよ。これ僕基準はあいつもピンククレスよく例えてどっちがやりたいことできてるかな的に見てるんですけど僕はちょっと前去年のピンククレス見た時にやっぱりもうミヤが。 あ、これやりたいことやってきて、2人なんかちょっと興奮連れてじゃないけど、うん、なんかファミリーにしたなっていうところがなんか宮らしくてかっこいいなって思う、思いましたよ。で同時に、えっ、ー、とじゃあアイリーどうなのってとこだったんだけど、あのエスケープ系のツアーはちょっとなんかやらされている感、まあ演じてるっていう言い方が正解なんだろうけど、ちょっとなんかアイリーらしさっていうよりあなんか。 一か,かぶりみたいな気持ちあったんですよねまあだけれどもレベル高いとこでやってる方の今っていうのを見せてもらった気がするあえてねかっこいいしかっこセクシーにもなりそうだしそのいろんなところをやれるんだけどセーブできるんですよねあんまりやりすぎると何ていうのかなちょっと違う方に行っちゃうっていう,う余裕あってギリギリいけるみたいな不思議な子ですよ ですよすごいその8割ぐらいのところで8割ぐらいの力で出し引きできて使いこなせてますねまあすごい、うん、どこまでこがっつり本気出したらいくのかね、うん、それも見てみたいけどでそれを見てみたいなんて思っていた片鱗がまあ今日の,その FC イベントなんかでは見れた気がしますね。アカペラで 今の鈴木愛理が歌う過去の曲長い時間もっと見たかったなと思って、ね、あの考えましたよ考えましたって勝手に考えになってましたけど、ね、こういうイベントはやってみて大正解あと行ってよかった感至福感あ声の魅力集中できるあとアイリーの表現力集中できる。 そして何より今の愛リっていうののなんか空気感っていうのかなこれが込められている歌声いいですねいいに普通のね鈴木愛理ちゃんって魅力的な子ですねまあ分かってるかそんなのはちゃんとなんかなんていうのあんまり距離置かないように素の自分普段のおちゃらけたような 感じも出せるしあれは最初僕の記憶だとそっちの方に行ってちょっと事件になりそうな時期2012年ぐらいあったかなでそれをうまく大人の女じゃなくちょっと友達として可愛いところもあるんだけどっていうようなキャラクターに仕上げていってるいった。 そのような中でソロ鈴木愛理の今日っていうタイミングを見れたのはとても面白く感じました。えー、と彼女は横浜アリーナね4月ですか決まっておりまして今日聞きましたけど1ヶ月半ちょい遅れのバースデーイベントなんていうのも5月30日にやられるという、ね、ことも発表されてましたよ。これすごく楽しみですね。もう愛理ね何やっても楽しいし何やってもハイレベルなんだけど。 というか先輩方のなんか持って作ってきてくれたハローのエッセンスというのはず,ずっと残しながら今のアイドル歌唱ではない鈴木愛理の声というのが聞けるというのが2020年なのかなというふうに思っておりますもし皆さんまだ鈴木愛理のソロアルバムこれも2枚で間に合いますからあのお手に取れるようなことがあれば聞いてみてもいいしまあ今ストリーミングでも何でもね聞けるっちゃ聞けるし。 YouTube で検索しても流れてるしそういうのを見て聞いて、えー、彼女の魅力に接してみるなんていう2月はどうでしょうか、まあ、そんな感じで、えー、と今日もまたぼちぼち少しだけ飲んでこようかな <laughs> と思ってますんで、えー、とまた明日お付,き合いくれお付き合いいただければと思いますちょっと花粉症がね出だしてあ鼻声が続くかもしれませんけどまた 見てね。あとそう最近初めて言おうチャンネル登録だチャンネル登録ともしよろしければ高評価をいただけるというのをやっていただけると嬉しいなと思いますとりあえずチャンネル登録は1000を目指さないと YouTuber 的にはどうしようもないというようなことなのでそちらはちょっと皆さんお友達とかにも、まあ、こんなのあんだけどちょっと付き合ってみない一,一発見てやってくんないみたいな、えー、と国をに免じて、えー、おすすめいただければと思います じゃ、以上、国夫でした。またね。